はい、住むなら賃貸か、それとも持ち家か。これね、私思うんですけども、まあ、いくつかね、この条件があるんだったら持ち家だっていうのがあります。それはですね、子育てをするなら一戸建てなんですよ。まあ一戸建てにはね、賃貸っていうのもありますけども、基本的には一戸建てっていうのは自己所有になるのかなと思います。 あの、なんで子育ての時に一戸建てなのかっていうと、やっぱりね、いろんな部屋を使えるっていうところがありますね。ここは子育て用の部屋とかね、ここはあバックヤードみたいな感じで、ここは仕事をするところとか、寝室とかね。特に我が家はね、寝室が真っ暗になるように目張りしてるんですよ。むちゃくちゃ寝やすいです。で、あとね、そうですねいや、持ち家だとね、いろいろと、 家をね工作で焼きるんですよね。そこがいいですね。うん、まあ一括で買えれば持ちなのかなっていうのもそこに加わります。それじゃあ。